かせていただきたいというのが、結構質問です。以上です。よろしくお願いいたします。はい。2点目の質問を簡潔にお答えしますと、そもそも ADA、1990年のアメリカ障害者法を導入して、働く障害者の数が、まあ、増えなかった。むしろ減ってしまった。ということですよね。それは、法的に見れば当然、別に、当然ではないんですけれども、別に、そんなに不思議な現象じゃないのかなと思います。というのは、これは、いかにですね、差別禁止法とポジティブアクションと、こう、二つの、こう、法政策があるんですけれども、差別禁止法は一般にその虫の目、つまり個々人、個人が差別を受けたときに、それを事後的に救済すると。強制的正義を図る、実現するという。つまり損害賠償を請求する。形になりますよね。それに対して、ポジティブアクションというのは、まあ、鳥の目という、その、障害者集団というグループが、全体から見てあまり働いてないから、その、働く障害者の数を増やすために、まあ、クォーター制を導入したり、ジョブコーチをこう、訓練したりとか、増やしたりとか、そのポジティブアクションをしたりとか、ジョブコーチの訓練をこう充実させたりとか、増やしたりっていうことはしなくても差別にならないんですよね。つまり、法的には、障害者、働く障害者の数を増やすなら、これはポジティブアクションの方が、これは、効果的だと私は思います。差別禁止法っていうのは、個人が差別を受けて、それで、事後的にアドホックに救済を求める損害賠償。そのような差別禁止法の基本的な考え方に則れば必ずしも働く障害者の数が増えるということに結びつくとは言えないはずなんですよ、ね。ですから、私は ADA で、障害者の数が増えなかったということは別に、そもそも期待はあんまり、むしろポジティブアクションをね、充実した方が、働く障害者の数が増えたんじゃないかなとは思ってます。これが2点目の答えで、1点目の方は、実は、質問の趣旨をもう一度、簡単にちょっと教えてください。障害の定義とは何かということ。要は、障害の社会モデルというものの定義というものを発表されていたんですけれども、そこでの障害というものは、障害の社会モデルで規定されるものを障害と呼ぶということで、理解しても良いんでしょうかという質問。はい、いいと思います。つまり、障害の医学モデルと障害の社会モデルって、こういう大きな障害の捉え方がある場合、障害をどのように捉えるかと。その捉えるっていうことを、まあ、障害どういうように概念化するか。それを障害をどのように定義化するか。そうすると、医学のモデルの場合は、障害はインピアメントから発生する。社会モデルは、障害はインピアメントと社会のバリアとの相互作用によって生じる。そういうようなことを一応ここでは定義という言葉を使っておりますので、定義と言ってしまって、問題ないと思っております。ありがとうございます。はい。1点目はその介護サービスの大人の権利なんですが、基本的に介護って誰がやってもいいわけですよね。つまり独占業務ではないわけですから、免許があろうが資格があろうが、誰がやってもいい。しかし、障害者自立支援法の中で補助金を受け取ろうと思えば、そこには事業者指定がいるし、細かいサービスのメニューの中に乗っからなきゃいけない。で、家族は基本的にはその中に参加できないわけですから、権利は、
誰にでもある。しかし、補助金を受け取る権利は限られた人にしかない。なので、まあ、お金が欲しければ自分の親族以外の人を、ちゃんとした資格を持ってやりなさい。でも、権利は誰にでもありますよ。誰も排除はしません。ですから、市場がかなりクローズされている。しかし、人が生きているためには誰かがやらなきゃいけないから、無償と有償の市場の分断が起こっている。まあ、一方は、自立支援法という市場の中で起こっている。二次市場の中で起こっている。一方は、無償労働、シャドーワークの中で起こっている。で権利は万人にあるが、権利、お金を受け取るかどうかは二つで分断されている。っていう答えです。で、新制度なんですが、これは報告の中で言うのを忘れたんですが、ダイレクトペイメントは、排他的には制度ではありません。つまり、現物で受け取りたい人は受け取り続けることができます。で、現金で受け取りたい人は現金で受け取りつつ、新しいダイレクトペイメントに切り替えることができます。ですから、一方の制度が一方を、排他的に使うわけではない。希望者として。これ、イギリスでもそうです。つまり、私はもう自分でお金管理するのめんどくさいから行政にお願いしますという人は行政に任せることも可能です。で、順番なんですが、おそらくはまずは、自己決定能力、マネジメント能力が高いと推定される身体障害者からです。いきなり全国一律は難しいでしょうから、まずは自治体のパイロット事業から始めるというのが妥当だと思います。で、現状は身体障害者、もちろん支援を受けた人だったら、障害種別に関わらず実現可能と思いますが、まずは現実的なのは、20年、30年前から自立生活運動をしてきた身体障害者が最もこの制度を望み、かつ運営できる能力が高い。で、全国で、もう実績のある自立生活センターを中心に、ライフペイメント制度を導入すれば、この制度の、まあ、経済的なメリットも同時に、かなり政治的な効果も高い。でそれが、ある程度行き渡った段階で、強い支援者に囲まれている、強い支援者って言い方変ですね、経験と実績のある支援者に囲まれている知的障害者の集団にも、その、ダイレクトペイメント制度が普及していってもいいんです。いいなと思っています。ただ、イギリスはもうダイレクトペイメント制度の次の制度、個人予算っていう段階に進んでいて、その人向けの予算、つまり、全部渡すんじゃなくて、何パーセントはダイレクトペイメント、何パーセントは現物給付と、何パーセントは、行政に預けておくとか、そんな細かい組み方もできるようになってますので、大体イギリスの実績を見れば、日本での、イギリスのパイロット事業の国なんですね。自治体ごとにかなり、異なった制度動いてますけど、いくつもパイロットスタディを、ケースを同時並行させながら、制度が進行しています。ですからまずは、どっかの政令都市かなんかで、実験的なパイロット導入を進め、ていくのが望ましいかなと考えています。他に質問の方いらっしゃいますか。はい。アジア経済研究所の森と申します。皆様にはチラシをお配りさせていただきます。